いたいたいたやばい、めっちゃ興奮した。おう、さあ、じゃあ今回もカマキリの捕獲に行きたいなと思いますけれども、前の回でね、オオカマキリとハラビロカマキリを捕まえました。あとカマキリ、ヒナカマキリ、ヒメカマキリ、コカマキリとかですかね。コカマキリなんてさ、ちっちゃい頃なんか学校の裏とかにいっぱいいたのにな。どうやって探したらいいんやろ。ヒナカマキリとかヒメカマキリはこういうなんか山の下草にいるイメージがあんねんけど、探そうと思って探せるもんなんかな。七不思議、背中にトゲがある。このトゲ七不思議ね、実はすごい能力があって、単位生殖って言って、なんかね、ほぼほぼメスしか、いないらしいんですね、自然界に。だからね、メスだけで、要は交尾なしで卵を産むことができる昆虫だそうです。ヒメクダマキモドキかな、ツユムシかな、どっちやろ。いや、クダマキっぽいな。これ虫岡の家でも飼ってるやつですね。綺麗な。前オオカマキリをね、見つけたポイントなんで、他のカマキリがいてもおかしくないとは思うんですが、いや、レギュラーメンバーしかおらんな。見つからねえ。やべえな、マジ今日取れ高ねえ。お、来た。俺にとっては小物じゃないのが来た。やっとツユムシ会えた。嬉しいね。車バッタもどきかな、殿様かと思ったけど違うな。殿様やったらな、嬉しいけどね。え、カマキリってこんなむずいの。もうコカマじゃなくてもいいからさ、せめてなんか、あーなんや、今回もオオカマキリでしたねみたいな。まあでも家に1匹いるんで、こいつはリリースしましょう、バイバイとか、そういうのとって終わらない。すげえのがいました。びっくりした。飛んじゃうかな。ほら、大水青かな、これ。雨やから休んでるかな。てか夜行性か。おお、すげえ。羽がボロボロだね。大水青と長水青やったっけな。そこで判別が難しいんですよね。顔が可愛いんですよ。ほら見て、可愛い顔。帰り際またもやなんか見つけてしまいましたね。赤スジキンカメムシっていうそうです。もうね、カメムシ好きな人から言わすと、日本で一番綺麗な昆虫じゃないのかっていう昆虫だそうです。いや、確かにすげえなこれ。光が当たったらすげえ綺麗です。可愛いな、こうやって見たらこいつキラキラ。いや、すげえな確かに。いたいたいた、やばい、めっちゃ興奮した。いました。こうオオカマキリやんな、これ緑ですよ。おいで。やっぱ野生のは警戒心強いか。じゃあ近づけていきます。よいしょ。オオカマキリゲット。やばい、めっちゃ嬉しい。
出会えた、よかった。やっぱ野生やからさ、うちにいた子みたいにおとなしくないね。ほら、いや嬉しい、いましたいました、でっけえな、やっぱりオオカマキリゲットしました。できればね、コカマキリか朝鮮カマキリに出会いたかったところですけど、いやでも嬉しいよ、やっぱり探した挙句出会えるのはね、いやでも嬉しいよね、探してこうやってカマキリに出会えるの。警戒心が強いな、うちの子みたいにもっと手に乗ってきてよ。ででででさあ、じゃあ自然にお戻り、ジャンプして、ジャンプ、イエイ、バイバイ、ありがとう、隠れろ隠れろ。いいね、素敵、かっこいい、出会いました。